皆さんこんにちは。大人の簡単ビューティーレッスンのみゆきです。今回のテーマはこちら、卵角膜についてご紹介したいと思います。私が卵角膜を知ったのは今から 4,5 年ほど前のことです。当時はドラッグストアの商品部にいたんですけれども、その時に卵角膜は美容や健康にすごくいいよという話を聞きました。卵角膜が配合された化粧品や健康食品はドラッグストアや通販、テレビショッピングなどで購入することができます。卵角膜とは卵の殻の内側にある薄さ約 0.07 ミリの膜のことです。アミノ酸をはじめとする豊富な美容健康成分を含んでいます。卵角膜は2007年度から株式会社アルマードさんと東京大学と共同研究を行っています。またアルマードさんが開発を依頼したキューピーさんは鶏や卵の研究を多くされており、ヒアルロン酸の素材やマヨネーズの原料の卵の中の卵角膜の素材を持っています。キレイと言われる卵角膜の秘密、着目点は3型コラーゲン。みずみずしく美しい赤ちゃんのお肌には3型コラーゲンが多く含まれています。しかし25歳前後を境に減少すると言われている3型コラーゲン、卵角膜エキスが3型コラーゲンをサポートします。資生堂さんの研究で、資生堂、肌内部の張り強度可視化に成功、30代からの張り低下に3型コラーゲンの減少が関与という記事がありました。資生堂さんは肌内部の張り強度、弾性率を可視化する技術を開発し、30代から始まる肌老化兆候への3型コラーゲンの関与を明らかにしました。加齢によって肌の張りが失われる主な原因は、真皮全体に豊富に存在する1型コラーゲンの減少、真皮全体の張り強度の低下であることが明らかになってきました。今回新たに真皮最上部の乳頭層において肌全体の張りが失われ始めるよりも若い年代で肌内部の張り強度の低下が始まり、張り強度の均一さが失われることが分かりました。さらに肌内部の張り強度の不均一さは肌表面の小さな凹凸を引き起こし、肌の見た目にも影響することが明らかになりました。理想的なアミノ酸組成、卵角膜は理想的な18種類のアミノ酸、コラーゲン、ヒアルロン酸を自然に含んでいます。さらに人の肌に近いアミノ酸組成で親和性が高く、化粧品として肌なじみがいいのも特徴です。卵角膜とシスチン、卵角膜には美肌に欠かせないアミノ酸シスチンが多く含まれています。シスチンは体内で L システインに変化します。L システインはビタミン C と共同してメラニンの生成を抑制し、シミ・そばかすを予防すると言われ、抗酸化ミネラルのセレンと一時的に結合し、紫外線などの放射線から体を守り、有害金属を排出する働きがあります。卵角膜が傷を治す仕組みの研究結果を米科学誌に掲載、アルマードが東大・農工大教授らと共同研究、株式会社アルマードさんは10月31日に東京都内で記者会見し、卵角膜が表皮の内側の皮膚真皮乳頭層の3型コラーゲン遺伝子発現を約 1.6 倍促進することを実証した研究結果などが米国の科学誌に掲載されることが決まったと発表しました。卵の殻の内側の膜、卵角膜は同社によると400年以上前の中国の薬学書本草項目でも天然の絆創膏として紹介され、力士が傷を治す際にも活用されてきました。傷を治す科学的な仕組みは長年解明されていませんでしたが、2011年には卵角膜が皮膚の細胞を刺激して3型コラーゲン関連遺伝子を増加させることを実験で確認しています。卵角膜が配合された化粧品や健康食品はいろいろと発売されていますので、赤ちゃんのようなみずみずしいお肌を目指したい方は一度試してみるのもいいかなと思います。今回もご覧いただきましてありがとうございました。